願いします。さあ設楽さん、はい、年越しといえばバーソー。その通りです。おそばですよね。そこで今回は鶏もも肉を使って絶品年越しそばを作っていただきます。では笠原さん、お願いします。はい、はい、ではバーソーをいきたいと思います。はい、バーソー作っていただきましょう。いや美味しそうだな。今日ね、この鶏もも肉をですね、もも肉、まず味付けとかしないでいきなり焼いていきます、ね、さあ早速ですが、それが笠原の極み。もう鶏もも肉を焼いて香ばしさアップ。あ、なるほど、はい、今日は、ね、この旨味の元になるのはこんがり焼いた鶏肉なんですね、はい、あの一口大に切ってもつゆと煮込んでしまう方もいますけれども、はい、こう焼いた方が絶対美味しいです。あ、そうですか。ジューシー感が残ります。香ばしくこの焦げ目がじゃあ効いてくるわけですね。だから焼きすぎかなっていうぐらいしっかり焼き目をつけた方がね、なるほど、美味しいですね、はい、皮面から、皮面からです。皮をしっかり焼いてください、はい、ね、うん、で、あのこう油が出てきますけれどもね、ーはーはー、この油も後ほど美味しさにつながります。なるほど、油とか入れずにじっくりと油を出しながら中火で 4,5 分焼いてます、ね、4,5 分、はい、はい、セミマさん、今日は時間がないので差し替えます。差し替えます。やっぱりどならんで、別にそれもすみません、差し替えます。さあ差し替わりました。差し替えたぞ、ではひっくり返しますね。あ、もう香りがいいですね。はい、ひっくり返します。美味しそうですね。いい色で、これぐらい焼いていただき、このぐらいしっかりですね。はい、しっかりいきます。美味しそう。ではこの鶏もも肉にですね、はい、味をつけますんで、はい、合わせ調味料を作りますね、はい、これからお酒、ね、お酒、お酒、みりん、はい、みりん、お醤油、うん、各 50cc です、はい、あとお砂糖ですね。お砂糖、はい、これをこう混ぜ合わせてくださいね、うん、はい、でこの混ぜ合わせた煮汁をですね、はい、もうこの今焼いた鶏肉に、はい、ここに入れてしまいます。へぇ、いやいや、ここからちょっと蒸す感じというか、多分しっとり煮ていく感じですね。煮ていく感じ、パサつく感じ、弱火で煮ていく感じね、うん、弱火で5分ほどこう煮てね、火を通していくイメージ。あ、甘辛い、いい香りがしてきましたね。あ、これで、これだけでもすげえ食べたい。これがよくあのお蕎麦屋さんでいうね、返しという状態ですね。あ、醤油とかお酒とかを煮詰めた状態ね。なるほど。で今度はその出汁の方を作っていきますけれども、はい、鍋にはこちら鰹と昆布で取った出汁がもう入っておりますね、うん、でここにね、鶏肉と相性のいいこの長ネギ椎茸、あ、いいですね、これを一緒に入れて煮ていきますね、はあ、長ネギと椎茸入れていきます、はい、長ネギはまあ大体長さ5センチぐらい切ってありますね、うん、椎茸半分に切ってあります。ネギもこのぐらいちょっと大きい方が食べ応えあって美味しいですね。そうですね、あの鶏とネギはね、相性いいですから、ね、ちょっと大ぶりに切ってあげた方がいい、はい、ね、他にはどんな具材が合いますか。あと、まあ他のキノコ入れても美味しいですしね、あのこの時期だったらあの鍋で余った白菜とか入れても美味しいと思いますね。白菜美味しいな。柔らかい具材がお蕎麦に合うと思います、ね、なるほど、はい、さあこんな感じで煮ていきますね、はい、じゃあ中火でこれも 4,5 分煮ていきます。 4,5 分、はい、4,5 分煮ていきます、はい、ちくわおよそ5分、だしも 4,5 分煮込みました、うん、続いてはどうしましょうか。はい、はい、ではですね、この鶏肉を煮込んでいたこの煮汁をですね、こちらの出汁の方に入れますね、そうなんです、それが笠原の極み煮汁をそばつゆに使うべし。はい、この鶏を煮といた煮汁がね、美味しいですから、ね、はい、まず鶏もも肉を取り出しておきますね。はい、一度取り出して、して、あ、鶏だけに取り出しておきます、ありがとうございます、はい、じゃこちらをもうね、全部加えてしまいます、ね、はい、はい、ここに加えていきます。うわ、うますわ。もうこれで出汁にね、いろいろ味付けする必要ないですね。なるほど、甘辛味の煮汁をそばつゆに入れて、これでもう美味しいそばつゆが完成です。もう鶏の旨味もしっかり出てますからね。美味しそう、はい、はい、この鶏もも肉をね、うん、カットしますね、はい、切っていきます。これは皮パリパリ、ね、そう、皮がパリパリになるんですよ、ね、焼いてますからね、ちょっともジューシーに、いいですね、すごいしっとり感、しっとりした感じですね、これね、うん、はい、そうだな。では盛り付けていきますね、はい、お蕎麦は別に茹でて、はい、お蕎麦はもう別に、そこ入れちゃいがちですけど、入れない方が別にね、茹でた方がね、すっきり仕上がって美味しいと思います、はい、すっきり、では盛り付けていきましょう。はあ、ね、盛り付けですね。うわー、もう絶対美味しいな。うまいよそれ。いい香り。家でね、こんなん出てきたらいいです ね、 ね、はい、ちょっと奥さん大変けど、ね、ね、ね、年末はこんなお望まんといても忙しい、忙しい、忙しい。でもこれはすごく簡単ですので、ね、簡単、はい、簡単です、簡単でやってください。お鍋にいっぱい作っといて、ね、ね、後から。そうです、そうです。ね、はい、じゃあ水場を添えてね。はい、はい、じゃあこれで笠原流鶏南蛮そばの完成です。やったー、はい、よいしょー。さあ、鶏もも肉を焼いて香ばしさアップ、
煮汁をそばつゆに使うべしでした。皆さん31日大晦日ぜひ作ってみてください。笠原さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介したお料理の詳しい作り方はエッセ新年特大号250ページに掲載しています。大変お得な年間定期購読のお申し込みはフリーコール0120-88-7560、おかけ間違いのないようお願いいたします。